はい、本日はですねこちらカナダグースのシャトーを紹介していきたいなというふうに思います。で、まあこちらのジャケットをですねつい最近の Vlog で購入しに行った買い物あると思うんですよね。買い物行った動画があると思うんですよね。で、その中でこれは購入してて、で、こちらの紹介をしていくということになってるんですけど、まずカナダグースってこのワッペンってもう僕のチャンネルこれ見てくれてるってことは間違いなく知ってると思うんですよね。見たことないよっていう人は多分このチャンネルをおそらくクリックしないと思いますので、まあ、多分このカナダグースってよく街中で見るなっていう感じだと思うんですけど、まあ、このカナダグースといえば、真冬の頼れる友ということになってて、もう真冬になったらこれがめちゃくちゃ生きるっていうことにはなってるんですけども、まあ、やっぱりですねこの動画撮ってる最中からもですね視聴者の方からおいおいオーバースペックすぎるぞとか、おいそんなもん日本で着るときないぞとか、おいそんなもん関西で着ひんぞとかっていう声がですねもうちらほら今の段階で聞こえてくるんですよね。まあ、なので、もちろんねこれはオーバースペックっていう部分もメーカーもちゃんと表記してるので、それを分かった上で皆さん購入して使ってるということになってるので、まあ、その辺の紹介っていうのをざっとしていきたいなというふうに思いますので、まあ、特にこれから寒がりの人とか、あとまあその東北とかその寒い地域に住んではる方なんかにはおすすめできるんかなというふうに思いますので、まあ、そういうのの、今日の流れとしてはですね特徴とかまずお話ししていって、まあ、このカナダグースならではの特徴ってやっぱあるんですよね。で、まあ、その辺のところのお話をしていって、で次にデメリットで、デメリットがまあこういうところがデメリットかなと思いますみたいな感じで話して、でその次にはおすすめの人ですね、こういった方におすすめです、冒頭にもちらっと言ってるんですけど、寒い方とか寒がりな方とか東北の方ってもうさっき言っちゃってるんですけど、そういう方とかで、最後にはサイズ感という感じで順番でいきたいなというふうに思いますので、まず最初は特徴からいきたいなと思います。で、特徴いきたいんですけど、その前にですねディティールというかどんな感じなんかっていうのをまず見てもらいたいんですけども、これがですねシャトーというモデルで、一番カナダグースでも定番というか一番人気のあるタイプになってるんかなと思うんですけど、まず見ていきましょうか。こう表はですね、ここの胸のところに1箇所まずポケットがありますと。で、このポケットの中にはなんかちょっとした小物でしょうね、入れるような感じになってて、長財布とかは入らへんかな、切り入るんかな、ちょっとわからへんけど、どうやろうな、入ってるかな、わからないですけど、わからんということで、次はハンドオーバーポケットですね。この脇のところのポケットは、これはですね裏側にフリースが使われてるんですね。なので手が荒れてる方なんかはこの中に入れてもらったら気持ちいいと思いますし、手が荒れてなくてももちろん気持ちいいんですけど、冬場とかやったらこういうのに着ると思うんですよね。で、こんなんがあったりだとか、あとはこれ後でも言うんですけど、ボタンがちょっと大きめのボタンで、これパラシュートボタンっていうんですね。で、このパラシュートボタンは何かっていうと、大きいので普通のボタンと違って取れにくいんですよね。丈夫、頑丈っていうことになってるので、そんな簡単にボタンがパチンって弾けたりすることがないっていうのが、パラシュートボタンになってたりだとか、あとは後ろ見てもらいましょうか。後ろはですねこんな感じで特にポケットとかもないし、このフードをめくったところにカナダグースって書いてあるんですけど、それぐらいで、それ以外のポイントはないんですが、それがカナダグースのポイントかなと思います。ちょっと開けた感じはですね、実は内側にもまたポケットあるんですね。この胸のところのポケットがあって、これは外のポケットとはもう全然別物になってるんですけど、中にこれポッて入れたりする感じになってるんで、これ何入れるのかわからんけど、こういうのがあったりだとか、あとはこの内側のまた両脇にもあるんですね。で、これも多少なんか物は入れれるんですけども、この辺に関してはもうパッて中見たらですねダウンが見えてるんですよね。だからあんまりなんていうんですかね、こう尖ったもんとか、ハサミとか刃物とかそういうの入れちゃったりすると、この中のダウンが出てきたりするので、入れるものはちょっと限られてくるかなとは思うんですけど、そういった仕様になってるという感じですね。という感じでこう着てみたらこんな感じになってるので、後で着用動画を見るんですけども、全体はまたそこで見てもらうとして、ざっくり表側はこんな感じですね。では、次は、このダウンの特徴いきたいなと思います。これがね13万ぐらいしてるので、ほんま我が家の家賃超えてるんですよね。1ヶ月の家賃代より高いダウンジャケットってどんなダウンジャケットやねんっていう感じで、特徴見ていきたいなと思いますし、これで逆に特徴がなかったらですね、なんでお前そんなもん13万もしてんねんっていう感じだと思うので、しっかり特徴があるので話をしていこうという流れにはなるんですけども、特徴としてはまず頑丈であるということになってて、これがですね、パッて見てもらったら頑丈そうかなとは思うんですけど、よりもうちょっと細かい話をしていくとですね、例えばノースフェイスとかのバルトロとかマウンテンダウンって、ああいったジャケットってですね、この表面がナイロンっていう生地使われてるんですね。で、ナイロンというと世界でナンバーワンに強い生地っていうことなんですけど、じゃあこれもそうなんかと思ったら実はこれ違うんですよね。で、これはポリエステルっていう生地使われてて、ポリエステルといえばそんなに頑丈さとかよりもどっちかというと乾きやすいとか、
な感じになってるので、まあ、よく言うならばこういうフリースですよね、フリースとかで使われてる生地になってるので、あれこんな柔らかい生地がこんなとこ使われててええのって感じだと思うんですけど、まあ、それがカナダグースのもう一番の特徴なんですけど、その柔らかいポリエステルの上にテフロン加工っていうのをしてるんですね。フライパンとかでよくあるテフロン加工、それをすることによってより強度が増してるということになってるので、なんかポリエステルやから柔らかいんかなと思って触ったら結構ガチガチした感じなんですよね。だから普通にナイロンちゃうみたいな感じになってるんですけど、まあ、そういった加工がされてるから頑丈になってるっていうところになってるんですけど、これ後のデメリットでも出てくるんですけどね、加工してるから加工がね剥がれちゃうとちょっとこの頑丈さはどうなんかなとかも思うし、加工があるのってね取り扱いちょっとめんどくさいんですよ。だからまあその辺はちょっと一長一短な部分はあるんですけど、まあ、とにかくこれはカナダグースが開発した生地っていうことになっているので、まあ、普段の扱いとしてはそんなに丁寧にせんでもまあまあそんなに大丈夫かなということになってますね。で次がですね、レベル4って書いてて、 あったかいってことですね、あったかいってことになってるんですけども、まあ、何があったかいかっていうとですね、これカナダグースはレベル分けされてるんですね。レベル 1,2,3,4,5 ってあって5段階のうちのこれレベル4なんですよ。まあ、なので分かりやすく言うとスーパーサイヤ人4みたいな感じなんですよね。まずスーパーサイヤ人があって、次スーパーサイヤ人2がありますと、で3があります。ほんで3のまま金髪で行くんかと思ったら4は金髪じゃないんかいということになってきて、でも5はないやんって言ったら、まあ5って言ったら多分スーパーサイヤ人ゴッドぐらいと思うんですよね。だからスーパーサイヤ人ゴッドっていうとまあ劇場版なんで、その劇場版まで飛ばんでもいいけど、まあ地上波の中で一番強い何っていうと、まあ、スーパーサイヤ人4じゃないですかっていうことで、まあ分かりやすく言うとそんな感じのスーパーサイヤ人4じゃないんですけど、レベル4っていうことになってるので、一応温度はマイナス15度からマイナス25度っていう、今全然ドラゴンボールの話関係なかったですけど、まあ、その間の気温でも使えるっていうぐらいめちゃくちゃ寒い中でも使えるようにまあ工夫がされてるんですけど、それが何かっていうと、まあ、中のダウンとかを、敷き詰めてたりとか、あとまあそれ以外にやったら着丈を長くして腰からこう風が入ってこうへんようになってたりだとか、あとまあ首元がもうめちゃくちゃ上まで締めれるようになってるので、もう風が全然入ってこうへんような設計になってたり、そういった工夫があることで中の熱が逃げにくいようになってるっていうのがレベル4になってるんですね。まあ、なのでこうダウンがもうめちゃくちゃ高いダウンを使ってるっていうわけじゃないんですよ。だからダウンの数値から見たらあれそんなにフィルパワー高ないなっていう感じなんですけど、ダウンがベラボーニーとかじゃなくて、まあ、ダウンもそうやけども、その着丈の長さとか首元の風が入ってくるのとかを全部トータル含めて熱をガチッと逃がさないように設計されてるっていうのが、まあ、このレベル4なんですね。だからもうこのカナダグースがレベル4って言ってる段階でもう完全にマッチできるのはもうオーバースペックなんですよね。だからまあそれは もちろんメーカーも分かった上で出してるし、で消費者買う側も僕らもそうですけど分かった上で購入してて、まあ基本的にはそんなマイナス15度マイナス25度の世界って日本でないじゃないですか。だからまあ普段としてはオーバースペックかもしれんけど、まあ、寒がりの自分としてはこういうのはいるかもしれんなと思ってた皆さん買ってはると思うので、まあ、そういったところがもちろんメーカーも分かってるし、みんな分かって購入してるということになってるんじゃないかなというふうなところが、あったかいということですね。で次の特徴に行きたいなと思うんですが、次の特徴がですね、まあ、あとは細かい部分を見ていきたいなと思うんですけど、まあ、例えばこの腕のところですよね、腕のところにこうやってリブがあるんですね。これ僕中半袖の T シャツ着てるんですけど、このリブがもともとついてるので、例えばこういった隙間から風が入ってくるような心配とかも全くないですし、で前のボタンがですね、こちらパラシュートボタンっていうボタンになってるっていう話はしたんですけど、このパラシュートボタンは頑丈っていうのもそうなんですけど、ボタン自体が大きく作られてるので、まあ、例えば寒くてめっちゃくちゃ寒いなって言って手袋してるじゃないですか。手袋してたりとかしてもボタンがこうパンパンって片手で外しやすいようになってるし、あとはもうこういったジップのところについてるカナダグースって書いてる紐があるんですね。でこの紐なんかも手袋とかごっつい手袋した状態でもこうやって開け閉めがしやすいようになってる。あとこのファーも外せるんですね。このファーを例えば外してみると、もうこうやってジップでついてるだけなんでパーンって外れちゃうんですよ。でまあこれ外れちゃったらですね、まあ、例えば横にいてる彼女とかにこう首元さって巻いてあげて、どうやこれあったかやろって言って渡してあげるっていうのもいいかもしれんし、で他にはですね、この毛が動物のほんまの毛を使ってるんですね。コヨーテっていう毛、まあ、なのでめちゃくちゃふさふさなんですよ。でこう顔とかに当たったらめっちゃ気持ちいいので、まあ、例えばカフェとかでめちゃくちゃ真顔で外見ながらこうやってずっと帰ってくるんですね。まあ、ほんなら落ち着くし、でなおかつこのファー の楽しみ方が増えるっていうような使い方もできたりはするんですけども、まあ、あくまでこれはですね、あんまりちょっと人前でやるのはちょっといかがわしい感じがするので、人がいてない時にやっていただければ合法かなというふうには思います。まあ、以上がカナダグースのこのシャトーの特徴かなと思うんですけど、ジャスパーとの違いっていうのはですね、まあその Vlog の方が出してて、買い物してる時にジャスパーとシャトー両方来たりとか着用したり、サイズもいろんなサイズ着たりとかしてるので、まあ、それを見ていただければ大体わかるかなと思うんですけど、まあ、ほぼほぼ違いってないんですよね。まあ、なので、まあ、スーツとかで着たい方であればジャスパーの方がいいかなと思う
思うんですけど、まあ、シャトーとかやったら今っぽい感じ、ちょっとオーバーサイズというかゆったり着る感じではめっちゃ合ってると思うので、まあ、どっちかって私服っぽい着方になるんかなとは思うんですけど、ジャスパーを僕選ばんかった理由としてはちょっとシェイプしてるんですね、腰のところがピュッてシェイプしてこう細くなってるので細身のスーツとかとは相性めっちゃいいと思うんですけど、まあ、いかんせん僕ほんまにスーツ着る機会って年に1回あるかないかぐらいなんで、もうほぼほぼ活躍する出番がないんですね、まあ、なので、まあ、今回シャトーを購入したっていうことになってて、もともとはジャスパーを買うために行ったんですけど、実際着てみたらやっぱシャトーをやったということになっておりますというのが特徴になってて、で次がですねデメリットに行きたいなと思うんですけど、デメリットが3点ありますね。まず1つ目っていうのがですね、まず重いんですよね。でこれがですね大体 1300g ぐらいある、まあ要は 1.3 キロぐらいあって、で僕が持ってるダウンジャケットとかやったらですね、あんまり1キロを超えるダウンジャケットってほぼほぼないんですよね。なので1キロ超えてくるってなってくると、まあちょっとこう重たいなっていう印象があったりするので、まあもちろんダウンジャケットやから普通のコートとかに比べたらめちゃくちゃ軽いんですけど、まあコートとかやったらもうそんなもんもっと重たいんであれなんですけど、まあダウンの中にしてはちょっと重たいかなみたいな感じになってて、僕が持ってるダウンジャケットの中で一番重たいのがこれなんですよね。ノースフェイスのマウンテンダウンっていうダウンジャケットなんですけど、これが 1500g ぐらい、だから 1.5 キロぐらいあるんですけど、まあ、これが一番重くてその月ぐらいに重たい 1.3 キロぐらいなんで、まあ 200g ぐらいしか変わらないんですけど、まあそれがこのダウンジャケットのデメリットの時でも言ったんですけど、やっぱ疲れるんですよね着てたら。まあなのでその辺が、まあ、このダウンジャケットでも同じように言えるんちゃうかなと思います。まあ重たい理由としてはですね、まあ単純にコートが大きいっていうことももちろんそうなんですけど、それ以外にはですね、ダウンのフィルパワーっていう数値があるんですよね。それがそんなに高くないんですよ。だからフィルパワーが高くないってどういうことっていうと、まあ同じ重さでこんなにも膨らむふかふかのダウンもあれば、こんなに膨らまないちっちゃいダウンもあるじゃないですか。でそのフィルパワーっていうのはその数値を表してるんですよね。だからあんま膨らまへんやつは例えば400とか500って言ったりするけど、同じ重さやのにめっちゃ膨らむやつとかやったら600、700、800とかになってくるんですけど、まあそれはやっぱ必然的にね、このフィルパワーの高い方がなんていうんですか、軽くっていうか少ない量でふわふわにできるじゃないですか。だからどうしてもこうフィルパワーが高ければ高いほど軽くダウンジャケットができたりするんですけど、まあ、さっき見てもらったダウンジャケットノースフェイスのやつもそうやし、これもそうなんですけど、フィルパワーがそんなに高くないんですよね。600台とかなんで、まあ、それを考えると、まあ、軽くない要因っていうのは、まあ、その辺にあるんかなというふうには思います。で次のデメリットっていうのがですね、取り扱いがちょっとめんどくさいんですよね。で取り扱いがめんどくさいっていうのがですね、まあ、さっきも言ったみたいにこの表面にテフロン加工っていうのがされてるんですよ。でこれが撥水の加工やったらめちゃくちゃ簡単なんですよ。スプレー振ったりちょっとそういう洗剤使ったらいいだけなんですけど、テフロンの加工されてるってもう家でできませんやんいうことになってるので、これが難しいんですよ。で逆にその洗濯のクリーニングとか出しちゃったりとかして、その加工をつけたりとかしたら金かかるしとかってなってきたりするので、まあ、そう考えたらですね、やっぱり普段からこのカナダグースに関しては僕の中での取り扱いとしては、ちょっと汚れたりしたらこまめにこう濡れたタオルで拭いてあげたりとかして汚れを取っていってあげると。で内側に関してはこうちゃんと自分でダウンクリーニングっていうか洗ったりすることは可能やと思うんですけど、外の加工を外しちゃうのはちょっとどうなんかなとかって思ったりするので、まあ、その辺がちょっとデメリットかなということで、これがですね、このカナダグースが嫁のなんですけど、もう4年ぐらい経ってるんですよね。なので同じようにテフロン加工されたダウンジャケットにはなってるんですけども、これに関してはもう1回ぐらいクリーニング出してるんかな、2回ぐらい出してるんかな、もうだいぶそのね柔らかいんですよ。めちゃくちゃ柔らかくなってて、加工テフロン加工がだいぶ取れてるなっていう感じがしたりするので、まあ、そう考えるとちょっと取り扱いとか、あとはまあテフロン加工残したんやったら基本的には中を洗っていく、裏返してスポンジとかで洗剤つけて洗っていくような形になってくると思うので、まあまたそれもし需要があればそういう動画も出すとは思うんですけど、まあ、ちょっと取り扱いが難しいかなということでは思います。だから普通にクリーニング出しちゃうともう加工が取れていっちゃうので、まあちょいムズですよねその辺は。でこういうねファーに関しては別にこれだけクリーニング出したらいいと思うんですよね。ファーはファー用のクリーニングがあったりとかするので、これだけ外してクリーニング全然出せると思うんですけど、これねちなみに色の違い全然違うじゃないですか。こういう灰色系は冬に取れたコヨーテで、こっちの茶色は夏に取れたコヨーテなんで、実はこれ見るだけで季節が分かるんですよね。あこいつ夏のやつか、俺のやつは夏バージョンねとか、あお前のやつはこれ冬バージョンのコヨーテやんとかっていう、ちょっとドヤ顔でお話できるという豆知識も掘り込んでおきました。でちょっと暑いので脱いでいきたいなと思うんですが、
で次がですね、ちょっとまあ値段が高いかなというふうに思ってて、まあ、単純に例えば15万円から高いとか13万円から高いっていう意味じゃなくて、そのいろんなクオリティとか考えた上でも、まあ、自社で開発した割には値段高いなとか、なんかダウンのフィルパワーからして考えても値段ちょっと高いなとかっていろいろ思ったりはするんですけど、まあ、その辺っていうのはやっぱりカナダ生産にこだわってるっていうところが、まあ、人件費とかがやっぱ高いんかなというふうに思ったりするんですけど、まあ、他とかやったりしたら同じような10万のダウンジャケットとかでも、あ、これは全然10万以上の価値あるわっていうダウンジャケットがあったりとか、逆に3万円とかでも、え、こんなんで3万もするみたいなダウンジャケットがあったりはするんですけど、まあ、これに関しては もちろんいいものはいいものやと思うんですけど、ちょっと値段が、あ、なんか高いんかなとかって思ったりはするので、まあ、これからね使っていけば、いや、もう全然良かったですとか、むしろこれは20万の価値がありましたわ言うかもしれないんですけど、まあ、今のところは見てる感じはちょっと高めの設定ないなみたいな感じで思ってて、やっぱ毎年ね値段上がっていくんですよ。ほんま1年に1回ぐらい値段上がってて、え、去年まで5000円安かったやんとか、え、去年まで1万円安かったやんとかって言ってて、もう2015年ぐらいってね、これ10万いかへんぐらいで買い取ったんですよ。9万なんぼとかで買えてたのに、もう今となっては13万ぐらいまで上がってたりするから、なんか気づいたらボンボン値段上がっていくので、まあ、もし早い、欲しい方がいらっしゃったら早めの方が、値段がどんどん上がっていく前に買えると思うので、ほんまにね、僕がおじいちゃんになる頃になると何万になるんかなっていうぐらい、それこそ25万とか30万とかなってたら、もうおじいちゃんになっても手に入れれないんで、まあ、ちょっと安いうちに買えたかなというふうには思いますけど、まあ高いのは高いんちゃうかなと思いますっていうのがまあデメリットになってて、で、まあ、デメリットが3つですね。重いっていうのと取り扱いが難しいっていうのと、ちょっと価格が高めっていうことになってるんかなと思ってる以上に、スペックよりも高いかなというふうにはちょっと個人的には思います。はい。で次はですね、おすすめの人がどんな人なのかっていうと、やっぱ最初に言ったみたいに、これがねレベル4スーパーサイジン4なんですよ。だからほんまにめちゃくちゃ寒いところで着用することを考えられて作られてる、まあ、目的にされて作られてるジャケットなんで、まあ、そういう地域に住んではる方とか、そういうところに旅行行く方とかっていうのは、むしろこれが必要になってくると思うんですよね。まあ、普通のダウンジャケットとかやったら、やっぱそこまで想定されてないので、まあ、あくまで日本の気候とか、まあ、5度からマイナス5度ぐらいの範囲でしか作られてなかったりするんですけど、まあ、これに関してはほんまマイナス15度マイナス25度っていうラインなんで、まあ、ほんま極寒地に行くとかっていう方に関してはもう絶対必要になってくるかなと思いますし、まあ、それ以外にやったら僕みたいに結構寒がりな人とかやったら、ほんま1月ぐらいの突風ってめちゃくちゃ寒いんですよね。で僕暑いのはいけるんですけど、寒いの結構苦手なんで、すぐ風邪ひいたりするんで、まあ、そういう方なんかは多分分かるって言ってくれてる方、この中にいてると思うんですよね。そういう方は多分こういうのがいいと思いますし、まあ、逆に暑がりの方なんかもこれ一生縁ないジャケットだと思うんですね。まあ、だからそういった寒がりの方とか、その寒い地域に行く方、まあ、もしくは住んではる方なんかにはまあおすすめになってくるのかなっていうのが、まあおすすめの人っていうことになってますね。まあ、なので例えば僕みたいに、普段はそういう寒い地域に住んでへんけど、まあ、寒がりぐらいの人って多分これ使うの一瞬なんですよね。1月の後半とか2月前半ぐらいの1ヶ月2ヶ月間ぐらいしかもうほぼ使わへんぐらいな感じになってて、まあ、12月とかそんなまた寒ないじゃないですか。やっぱ結局使わへんくて、1月2月の限定1週間とか2週間とか3週間ぐらいしか多分使う出番はないと思うんですけど、まあ、そういう時には重宝するという感じになってるかなというふうには思います。というのがおすすめの人になってて、で最後はサイズ感に行きたいなと思うんですけど、サイズ感がですね、僕は178センチ65キロでこのシャトーが L なんですよね。で M サイズを着てる様子っていうのも、その以前の買い物してる動画見てもらったら分かるんですけど、ちょっとね肩がちっちゃいんですよ。肩がキュッて中に入ってる感じで、まあ、着丈とかはそんなに短いなとは思わないんですけど、肩がねいかんせんこう張ってるんですよね。だから手をちょっと前にするだけでもう背中がパチパチに張ってる感じがあったんで、あ、これちょっと厳しいなっていうことで、まあ、L サイズにしてます。でジャスパーも、シャトーも、まあ、ジャスパーって日本企画じゃないですか。でシャトーってちょっと海外企画やと思うんですけど、まあ、このシャトーに関しても、まあ、一応アジアモデルになってるので、もともとのサイズがちょっとちっちゃいんですよね。だから、まあ、ジャスパーが一番ちっちゃい、だから同じ L でもめちゃくちゃちっちゃい感じはするけど、まあ、シャトーの方がちょっとゆとりがあるかなみたいな感じになってるのかなっていうのがサイズ感ですね。まあ、詳しく映像で見たいという方はその動画見てもらえばいいんですが、まあ、それがサイズ感ということになってて、で、まあ、カナダグースといえばですね、まあ、よく偽物があるんですよね。ネットとかであのカナダグースがなんと3万5800円みたいな感じがあったりするので、まあ、そういうのはよくモンクレールとかもあると思うんですけど、なんかよくわからん偽物とか捕まされる恐れとかもありますので、見分け方とかもなんかあるとは思うんですけど、まあ、僕個人的にはですね、やっぱ正規店で買うこと以外何もないと思うんですよね。で正規で買っとけば別にどこで買ってても修理できるんですよ。だけど正規店で買わんかったらほんま修理もできへんし、パチモンやし、あったかくないしみたいな感じになってきたら、なんかその3万5000めちゃくちゃもったいないなと思ったりするので、まあ、個人的には正規店でオンラインとかでも買えるので、そういうところで、まあ、こういう高いものはよりそういうちゃんとしたところで買った方がいいんかなというのは個人的には思います。ということになってますので、本日はですねカナダグースのシャトーを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。